もゆみっちょです。11月に入りだいぶ日も短くなってきました。今日も八戸フェリーストーンに来ていますが、11月に入った今でもサビキ釣りって可能なんでしょうか。今回はそれを検証していきたいと思います。では行きますか。海底まで着いたっぽいんで、糸付けというやつを取って様子を見ます。来たかもしれない。来たな。来たけどなんだろう。アジです。ちっちゃいアジ釣れました。ちっちゃいんでお家返します。ちゃんと餌まかないとな。おっと、なんか来た。なんか来た。まあまあいいサイズのアジなんで、この子にはお家に来てもらいます。なんかそこの方に、ほんと海の深い方にアジがいるっぽい雰囲気がする。気のせいかな。前回ここ来た時にイワシの大群がめっちゃ来てたんだけど、今全然来ない。やっぱ季節なんだろうな。ん？あ、来た。来たけどなんだ。ちっちゃ。ちっちゃい味釣れました。やっぱこの子も帰ってもらいます。おーおー、すごい。どのぐらいの高さで釣れた？そこ着いてからちょっとね、浅気持ち浅めだったけども、うん、半分か3分の、あだそうです。あ、そうだ、すっげえいいこと考えた。まずこれをぐるーっと外して、でこれを起こして右で押さえて、右よーし、左よーし、後ろよーし、せーの、糸ふけっていうのを取ってと、これで待ってみよう。作戦は失敗だ。きっとそれ別の釣り方なんだよ、やるのが本来。それこそなんかどっかの動画でコメントもらった、穴釣りとかそういうやつなんで、投げ釣りとか。だいぶ日が落ちてきてるんですけれども、今ちょっとしたピンチでして、というのもですね、ちょっとトイレが限界なんですよ。自然を相手にする趣味を持つ人のあるあるだと思うんですけれども、こうトイレ問題って皆さんどうしてるんですかね。とりあえず私はトイレ限界なんで、今日の釣りはこれで終わりにしたいと思います。はい、というわけで今回釣れたのがサバが4匹、アジ1匹でした。これでなんか作っていきたいと思います。はい、というわけで釣ったお魚はこんな感じになりました。とこっちの真ん中のはサバの南蛮漬けです。でこっちは1匹だけ釣れたアジに
お刺身で買ってきた稲田を足してなめろうにしたものです、うん、と作り方については来週以降の動画でやっていけたらと思います。じゃあもうお腹すいたし食べましょう。いただきます。いただきます。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。